皆さんこんにちは、岡田克也です。集団的自衛権をめぐる特に与党の中での、まあ、議論が活発化しています。特にその中で、砂川判決、1959年の最高裁の判決ですけれども、この判決をめぐって、砂川判決が集団的自衛権を容認したものだと、まあ、そう解釈をする自民党の高村さん、あるいは安倍総理に対して、公明党の方が砂川判決はあくまでも個別的自衛権について言及したものだと、まあ、こういったことで、まあ、意見が分かれています。まあ、私はそもそも安保法制今の資料の中に砂川判決が取り上げられていた段階から、まあ、非常に違和感を感じていました。砂川判決は言うまでもなく、まあ、日米安保条約に定める在日米軍が9条2項、憲法9条2項に言う戦力に該当して違憲であるということで争われた裁判です。まあ、最高裁は9条2項で言う戦力には在日米軍を該当しないという判決をした上、判断をした上で、安保条約そのものの合憲性については、まあ、これは判断を回避したというものです。まあ、その中に、まあ、固有の自衛権というものを日本は持つということを述べたくだりがあります。これは少なくとも集団的自衛権を認めたものだという解釈には全く無理があるというふうに思います。そもそも集団的自衛権の問題が争われた裁判ではありません。1959年の段階で、我が国が集団的自衛権を持つというようなことは議論にすら上がってなかった、まあ、そういう状態で固有の自衛権という言葉、まあ、個別的自衛権という表現を使わなかったからといって、まあ、これが集団的自衛権も含む自衛権について認めたものだというのは、まあ、おそらくそういう解釈は今までの憲法学者の中ではなかったのではないかと、あるいはあったかもしれませんが、まあ、私が承知している限りはないということであります。この判決を根拠にして集団的自衛権を最高裁が認めているというのは、まあ、これは論理の飛躍があり、同時に日本国政府がその後集団的自衛権を認めないとしてきたのは一体それじゃ何だったのかと、まあ、こういうことになるわけです。政府自ら今までの政府の見解を 100% 否定するというようなことは私はありえないんだというふうに思っています。さて、まあ、限定容認論というのが高村さんから出てきました。まあ、私もその余地を否定するものではありません。しかし同じ限定と言ってもそれは随分幅のある概念で、例えば相手がアメリカでなくてもいいということは総理も言われています。あるいは日本の平和と安全、まあ、その中には経済的な安全も含まれると、まあ、したがって日本に油が来なくなるようであれば機雷の除去についても集団的自衛権で行使できるんだと、まあ、こういう議論も、まあ、総理は述べられているわけです。しかしそういうふうにして拡大すればこれは限定とは言えないわけで、やはり限定ということの具体的な中身、そして憲法9条の文言や今までの解釈の延長線で、どこまで認められるのかという精緻な議論がなされなければいけないと思います。限定という言葉だけで、その中身を議論せずに曖昧な議論が先行してしまうというのは、私は非常におかしなことだというふうに思っています。個別的自衛権は日本自らが攻撃された時です。それと並ぶようなそういった限定した事例というものはどういうことがあるのかということについて、しっかりと議論する必要があると思っています。